どうも、アリスキテラです。今回も 7S2 やっていきたいと思います。で、今回も達成ミッションの方行きたいと思います。で、達成ミッションの、シーズン3、3章減る、膨らむ気持ちですね。女性キャラを4人以上編成した状態でクリアということで、激戦が予想されますね。うん。ボスの方なんですけど、汚染された肩コンベの守護者ということで、で、伝説プラスのエヴァンさんが男性ということで、使えないということで、まあ、範囲ダメージ、減少させてくれる、伝説プラスエヴァンが使えないということで、で、女性キャラ4人編成ということで、射手型メインで、で、神話アイリンですね、が、射手型と非常に相性いいんで、うん、ダメージ免疫とかも貼れるんで、これで行ってみたいと思います。で、ペットはもちろん、ケールさんをお借りしていきたいと思います。お借りします。じゃあ、それでは、どうなるかわかんないですね。行ってみましょう。レッツラゴー。避けないとまずいんで、ペット撃ちまーす。開幕集合しよっか。ケールさんいると削りが半端ないんですよね。あ、これちょっと、これノックバックじゃなくて、なんか転倒だっけね。なんかされた後に遠攻撃。うん。あ、で、暗黒の光線はスリップダメージを作る領域を作るんで、これ一旦ちょっと逃げようかな、遠くに。あ、削りはもう結構、だいぶ削れてんな、これ。あ、これ突っ込んだ後に炎攻撃来るんで逃げる。あ、さっ、これは避けないとまずい。あと一回。あと一回。OK。かわして、さあ残り体力 74%。いや、今のところ順調だな。順調にいってるアリナさんに突っ込んできたんで、遠攻撃来るんで逃げる。暗黒の光線こっちに作りたいな。 OK。 じゃあ裏に回ってこれ入ってっちゃうとスリップダメージかなり痛いんですよね。あ、入っちゃっちゃってな、これアイリンさんが入ってっちゃってる。ちょっと待って、殴りたいな。あー、これ来てる。危ねえ、見てなかった今。次はどこだ、この辺に。 OK、 かわせましたね。 OK、 残り 64%。突っ込んでからの遠攻撃、暗黒の波動をかわしてペット撃ちます。暗黒の光線来た。スリップダメージの領域を作るやつ、これ裏に回りたいな。裏に、このダメージが非常に痛いんですよね、スリップダメージ。さあ残り 47%。 さあ来た、狭い、頑張らない。だ、こっちか。OK、いけた、避けれた。残り 45%。 突っ込んで暗黒の波動、アイリンさんのやっぱダメージ免疫があるのがだいぶ強い。さあ暗黒の光線来たんで、この辺に誘導したいな。この辺に誘導して裏に回る。いや、これ入っちゃうか。これ入っちゃうな。これちょっとやめよう。危ない。OK。後ろにタゲが変わったらこれ飛んでくるんですよね。ルリさんに今タゲが変わったんで。あと一回。あと一回。OK。かわせましたね。残り 35%。ペットもう一回ぐらい撃てそうだな、これ。あ、突っ込んできたんで、遠攻撃かわしいの。暗黒の光線。
裏に回って、あ、入ってっちゃう、これ入ってっちゃう、危ない。スリップダメージめちゃくちゃ痛いんで。さあ、これかわして。あと一回、あと一回、あと一回かわして。あ、あったあった、行き過ぎた、危ない。OK、ペット打ちます。残り 22%。あ、ちょっと見えねえな、これ。ちょっと待って、これ見えねえ。突っ込んでからの暗黒の波動を。あ、でもここは凶暴化がないから、あれですね。楽といえば楽かもしんない。その前のところが結構凶暴化あって時間ギリギリだったんで。暗黒の光線。これはもうちょっと、入っていくとやばいんで。さあ、残り 7%。後ろにタゲが飛んだら、攻撃が来るんで、危ねえ、ちょっと待って、これ危ねえな。リナさんに行ったな、リナさんに行ったんで、ここで。いや、これちょっとペット使ってもいいかもしんねえ。あ、大丈夫。OK。OK、かわした。残り 6%。これいけるかな？残り 5%。いけるっしょ。このまま押しちゃいましょうか、もう。残り 1%。OK。いけましたね。OK。いや、やっぱケールさんが強いな、ペットの。削りが半端ないわ。うん。ケールさんいなかったらもっと苦労してると思いますね、これ。うん。めちゃくちゃ削りが違う。他のペット使った時と。うん、というわけで、イベント流しちゃいました。セナツは、盛り上げていきたいんで、イベントシーンとか、見てほしいんで、ちょっと流しちゃいましたね。うん。というわけで無事、達成ミッションクリアすることできましたね。というわけで残りは、ネビロスをやれば終わりですね。で、そうですね、トロフィーの方が、あと、いくつあるのかな ?13 ぐらいだっけ ?137 で11か。11ぐらい入るんで、5509ぐらいまで行きますね、多分。うん。というわけで、15段階は達成できないですね。というわけで、達成ミッション、なかなか面白いところもちらほらあるんで、まあ、ルビー欲しい方はやってみてください。というわけで、最後に、ガチャ回そうかなと思います。うん。何行こうかな。いっぱいもらったんですよね。いっぱいもらったんですけど、ペット回しちゃおうかな、ペット。うん。天井だけ回しますね。うん。ちょっとペットフェスとかが備えてるかもしれないんで、それに備えて10連だけ回します。天井なんで。じゃあ伝説早めにカモン伝説来い、こっから昇格、昇格ないか、ないな、全然ダメだな、これほんと出ねえわ。2枚抜き1枚というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。